皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は初心者でもできるヒートトレーニングを行っていきたいと思います。まずヒートトレーニングは何かというところなんですけども、まあ、簡単に言えば有酸素のように心拍数を上げて代謝を上げながら無酸素運動で行うようなトレーニングも兼ね備えてやっていくようなイメージをしてもらったらいいのかなと思います。で、やり方としては20秒運動してから10秒休憩、20秒行って10秒休憩、これを繰り返していくような内容になります。で、今回やっていくのは3種目なので合計でいうと3分、3分間休憩と運動を組み合わせてやっていきます。で、今回やっていく内容をまず説明していきたいと思います。1種目目やっていく種目は大の字ジャンプです。まずは気をつけした姿勢から手のひらを外に開くとともに足も開く、ここからまた閉じる、開く、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 閉じる、これの繰り返しです。で、これが1種目目の大の字ジャンプ。2種目目やっていくのはサイドニーレースというような種目になります。頭の後ろで手を組んでもらって、このまま肘に向かって膝を近づける、これ別に上がらなくてもいいです、近づけるイメージでやっていきます。1、2、1、2、1、2、このような形でやっていきます。これが2種目目です。3種目目は2タッチです。2タッチというのはつま先を触るというようなトレーニングになるんですが、まず体が硬い人はつま先を触ることができないので、とにかく足にタッチでいいです。つま先にボンってタッチしてほしいんですけど、きつい人はすねあたりにタッチでも全然 OK です。で、これはこういくというよりかはツイストする感じで反対側の足にタッチ、反対側の足にタッチ、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 できる人はつま先、つま先、つま先タッチ、つま先タッチ、このように行っていきます。これをまず1種目目、2種目目、3種目目で終わった後、次また3種目目から3種目目、2種目目、1種目目という形で戻っていって終了というような内容でやっていきたいと思います。レッツゴー。早速準備に入っていきましょう。それではスタートです。姿勢はしっかりと胸を張った状態をキープしましょう。リズムよく一定のペースを保ちながら行うことがポイントです。残り10秒です。はい、 OK です。休憩10秒していきましょう。次はこれですね。さあ10秒一瞬です。それでは行きましょう。このトレーニングもしっかりと胸を張った姿勢をキープします。足を上げるときは腹斜筋をしっかりと意識して息を吐きながら上げていきましょう。残り10秒です。はい、 OK です。さあ10秒休憩したら次2タッチ、皆さんつま先できるだけタッチしていきましょうね。さあ体リラックスさせていきましょう。スタート。この種目はつま先を触ろうと思うと猫背になりますが、胸を張った姿勢をしっかりとキープします。足を上げるときに腹筋を意識してしっかりと息を吐くことも忘れずに行ってください。残り5秒です。OK です。さあ次また2タッチからですね、3種目目からやっていきます。僕も息上がってきました、喋りながらなんで。さあ行きましょう。皆さん最後も胸を張った姿勢でしっかりと息を吐きながら足を上げるように意識していきましょう。残り10秒です。OK です。さあ2種目目ですね。結構疲れますねこれ。僕も普段ねヒートトレーニングしないで疲れます。さあ行きます。体が疲れてふらついてくると思いますが、しっかりと姿勢をキープしたまま行っていきましょう。最後まで頑張ってください。残り10秒です。
OK です。では次ラスト大の字ジャンプ、疲れますね、いきますよ、はいスタート。ラスト種目、皆さんリズムを崩さないように頑張っていきましょう。ラスト10秒です。日中やっていただいても全然問題ないです。僕のおすすめは朝一なんですけど、朝一はしんどいと思うので、最初は日常のどこかやりやすいタイミングで入れてもらって、運動習慣がついてきてからちょっと朝にやるような意識をしてもらってもいいのかなと思います。まだまだ今後もいろんな組み合わせで出していこうと思いますので、皆さん一緒に汗をかいてダイエットを加速させましょう。